バレンタインが近いということで、無印キットで誰が映えるお菓子作れるのか選手権。私はこれ、チョコチップマフィンを作ります。これね、自分で作るチョコタルト。今回私が作るのは、じゃん、ドーナツ型チョコです。はい、では早速作っていきたいと思います。ちょっと優勝を狙っているんでね、頑張ります。この2人でピンクのチョコを使うタイプではないと思うから、これはなんか見た目に差が出そうな感じじゃない？食べてみます。お味は美味しいです。はい、来てこう完成しました。じゃーん、あーイエーイ、できました。食べてみたいと思います。ザクザクとシンプルと、これポイントです。あの材料は全部しっかり使った方が、あのおすすめの味になるかなと思います。打倒2人。お疲れ様です。はい、バレンタイン企画ありがとうございました。あ、はい、なんと富田さん1位でした。普段料理しない、火も使わないで、キッチンにもほとんど入らないので、久々にあの冷蔵庫を開けたぐらいだったんですけど、あのキット自体はすごく簡単で、あの男性でも全然作れるかなと思いました。なんで今回はバレンタイン企画だったんですが、まあ、多分今度ホワイトデーもあると思うので、ぜひ男性陣も作って返してほしいなって思いますやっぱりこのワイズ自体が結構こうバレンタイン女性陣気合い入れてやってますので、今回は人事部の男性陣、まあ、カメラさんとか部長だったりとかあの同僚にあげたいかなと思います。ぜひ皆さんも簡単なので作ってみてください。